藤原都市児8月8日台は、日本の政治家、大阪福間取町長、大阪維新の会顧問、大阪府議会議員、熊取町議会議員を務めた、大阪福間取町出身。1975年3月、大阪経済大学経済学部卒業。1985年4月、家業のタオル卸し業の藤原商店の代表に就く。二千三年、 熊取町議会議員選挙に出馬し、初当選。2007年、2期目当選。2011年4月、大阪府議会議員選挙に初当選。2016年1月24日に行われた、熊取町長長選挙では、大阪維新の会公認候補として出馬。参戦を目指した、無所属現職の中西誠と自由民主党公認の、 新人で測量士の清原武氏、無所属新人で、元町議の鈴木みのる、無所属新人で、元シンクタンク研究員の大谷智博の4人を破り、初当選を果たした。この選挙は、橋本徹が代表を退いてから、初めて市長選挙となり、自由民主党も府内の市長選挙としては45年ぶりに、公認候補を擁立した選挙だった。町長就任。 選挙の結果は以下の通り。当日有権者数34,969人。最終投票率 48.42%2020 年1月19日に行われた熊取町長選挙では、新人で日本共産党推薦の大浦正義候補を破りに期目の当選を果たした町長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数 35,859人最終投票率33.12%ありがとうございます。